がとう。いやー、いきます。そのスネークの嬉しい。では一輪車で登場、走れまーす。イエーイ。さあ、そしてただ走っててもしょうがないんで、もっと頑張っちゃいます。この一歩の棒がこれから何かの形に変わります。何に変わるのか考えながら見てください。分かったら大きな声で叫んでね。さあ、何ができるかな。あ、ウサギ正解。うわ、気づくの早い。やべえ、まだできてないぞ。超気まずい。慌てて完成させます。じゃあですね、これで完成でもいいんですけど、最後ここにこうしてあげますと、お行儀よくお座りしてるうさぎさんの完成になります。ありがとうございます。じゃあですね、このショー始まる前からですね、いち早く来てくださってこちらご一家、これ記念に差し上げます。イエーイ。風強いから飛ばされないように気をつけてね。よし、ではさらにいっちゃいましょう。もっと風の影響を受けるやつ、これ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。さあ、風呼んでくれ。これいきます。回します。ちょっといつもより短めになりますんで、拍手早めにお願いします。ありがとうございます。いやー、本当にいつももっとやるんですけど、今日ちょっとこれ飛ばされるんで、これが限界。というわけでちょっと違うやついきましょう。違うやつ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、わっ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 、じゃじゃーん、超巨大けん玉、重さなんと 2.5キロ、持ってるだけで超重い。そして足元フラフラ、風も強い。このけん玉やりには不利な状況でありますが、いっちゃん難しい、ここチャレンジします。ありがとうございます。ではたけちゃん、褒められるのが大好き、決まったらいっぱい褒めてくださいね。では一瞬なんで、お見逃し、内容でお願いします。うわー、何この一体か。ではさらに張り切っちゃいます。なんとこの高さで一輪車片足乗りの危険技、こっちの足がペダルから離れます。怖い？ナイスリアクション、ありがとう。いきます。3、2、1、ゴー。もっと褒めてよ。ありがとうございます。そしてこのまま飛び降りる。いやめっちゃいい雰囲気、超気持ちよくなってきた。